皆さん、こんにちは。今日の知っとくは、毒蛇が毒蛇を噛んだら蛇は死ぬのかの疑問です。マムシは強い毒を持っています。外敵を攻撃して身を守るため、あるいは捕食のために毒を使います。マムシの毒は出血毒であり、強い毒性を持っていますが、噛んだ時に注入される毒の絶対量が少ないため、噛まれて死に至ることはそうそうありません。マムシがマムシに噛まれた時にはどうなるのでしょうか。答えは、一時的にかなり弱るものの死ぬことはないです。マムシの体内にはマムシ毒に対する免疫があるからです。ですから、マムシ以外の毒蛇に噛まれた時には、その毒に対する免疫がないので死んでしまいます。これはマムシに限らず、毒蛇が噛まれても無事でいられるのは、同種の毒蛇に噛まれた時だけです。ただし例外もあります。それはコブラです。コブラはコブラの毒に対する免疫を持っているものの、あまりに毒性が強いため、噛まれた時には免疫よりも毒性が勝ってしまうからです。実際に蛇同士で噛んだり噛まれたりすることってよくあることなのでしょうか。